井県は中華人民共和国チャンス省ワイアン市に位置する県。ワイアン市の中で最も南側に位置する県で、北側は宿仙市に、南側と西側は安岐省にそれぞれ接している。独特の風味付けをしたザリガニ料理が井県で最も著名な名物である。毎年夏に国際ザリガニ祭りが開催されている。 名素領都市集城の所在地としてよく知られている。中華人民共和国建国以来、県内で数多くの国宝級文物が発見され、その中で最も有名なのは、世界一番古い水星雲構図と、戦国時代の陳明円壺である。陳明円壺は、ペンシルベニア大学博物館に所蔵されている、陳明方壺と、姉妹壺だとされている。 2009年に、県東部の馬鎮に大群り、山間母群は逃亡事件の経由で発見され、金流玉井や玉棺などが出土した。発見から約6年後の2015年4月に、墓の主人は、全館六代、慶帝の子で、儒学者、東中女が、国将を務めた、江戸国の益王、劉飛であることが、CCTV に初めて報道された。春秋時代は、 くれ、戦国時代は諏訪江に属した。新朝により、栗県が設置される。地名は、県地が山頂に位置し、目を見張り、じっと見ることに由来すると伝えられる。全官になると、大県と解消されたが、五官になると再び、栗県とされ、東新では、杭軍の軍地とされた。その後もこの地域の行政中心地とし壮大には、招き新軍、軍事、現代には、 マネキシン治サムが設置された。1278年には、リンワイフの淵とされた。1955年に、安記省より、チャンス省に関され現在に至る。名祖良心透明の創始者かつ、初代皇帝である、主元章が祖先を祀るために建造した領母である。1413年完成。多数の建物が含まれており、この手がしわが植えられている。 1680年頃、黄河の流れが変わり、ぬかり沢湖ができた際に一度、水没したが、20世紀後半に、湖の水が取り除かれ、再建された。杭大一山美しい風景を有し、また、古来文人牧架倉から、評価されてきた山である。多くの歴史ある建物が現存し、大一山の石踏みも高い歴史的価値を有している。 日中戦争の戦績の一つである。現在は、当時の形を残す古い建物と庭園の間に、現代建築の形で、主体記念館が建てられている。資金山天文台食い観測所生少年、教育設備やホテルなどがある。食い県では、ザリガニの大規模な養殖が行われており、その広報目的で、食い流エビ博物館が建設された。また、 国際ザリガニ祭り開催のためのスタジアムも臨地に建設されている。クイ13交流エビクイ県人民政府。ありがとうございます。